都帝帝は、千葉県東葛飾郡松戸町松戸に、水戸藩最後の藩主であった、徳川秋武が作った別邸。国の重要文化財の一つであり、指定名称は、旧徳川家住宅松戸固定帝。庭園は、旧徳川秋武庭園として、国の名称に指定されている。また、関東の富士見百景に選定されている。松戸塾は、江戸時代には、 江戸と水戸を結ぶ水戸街道の宿場町であった。都帝邸付近に位置する松戸神社には、水戸藩二代藩主、徳川三津国ゆかりの銀南の木があるなど、古くから、水戸藩とつながりの深い土地であった。都帝邸は1884年に江戸川を望む、下宇佐大一条に完成し、徳川秋武の生活の場として使われた別邸となっている。都帝帝の、都帝とは、 外城に由来し、徒弟邸のある高台、固定台は、一帯に築かれた、松戸城の外角に位置したという。明治30年代に実刑である元将軍、徳川慶信が何度か訪れ、徳川秋武と共に、趣味の写真撮影や陶芸などを楽しんだとされている。また、多くの皇族が、長期に滞在するなど、由緒のある屋敷として知られた。 1892年、徳川秋武の子の徳川武さが、徳氏によって、死爵を授けられると、以後は、松戸徳川家の本邸となった。木造平屋一部二階建て、延べ床面積725平方メートル、9棟の建物に23の部屋があり、うち8棟が重要文化財である。台所棟の一部と内蔵が二階建てであるかは、すべて一階建てで、 屋根は、三河瓦吹きである。また、下や渡り廊下、付属の便所などは、同意たぶきである。南にある、氷座式舟を起点として、各棟が連続もしくは渡り、廊下で結ばれている。表座式舟は、床、棚付けで十畳半の客間や八畳の書斎などからなり、室境には、透かし彫りの板欄間や竹細工の欄間がある。湯殿は、 浴室と脱衣場を分け、浴室天井は杉板二六組の衣装としている。表向きの座敷棟を、はじめ、各座敷棟、玄関棟から奥向きの施設まで全体がほぼ乾損している大規模住宅及び、明治前期における上流階級住宅の指標となるものとして、歴史的価値が高い。旧、徳川秋武庭園は、徒弟庭,庭に造園された庭園。 別称は、都邸邸庭園。芝生が植えられた現存する洋風庭園としては、日本最古とされる。徳川秋武が、フランス留学など、約5年間の欧米滞在やパリで開催されたパリ、万国博覧会に出席した際などで見聞きした知識を取り入れて1884年から、本格的な造園が行われ、6年後の1890年に完成した。 土底邸に接する書院作り庭園とその南に広がるあず屋庭園の2つの区画に分かれている。庭園様式は大きな芝生を中心とした平地部分となだらかな月山を排した部分からなり、芝生地の中の象徴儀として犬巻の植栽は特異的な景観を形作っている。また庭園はスラジー、クヌギ、 小奈良などから構成される林によって囲まれている。日本庭園の伝統的技法となっている借景を取り入れ、高台の優れた景勝地を選び、田園風景を十分眺望できるような設計がされている。徳川昭武が撮影した写真をもとに、飛び石や樹木などを王子のように復元する工事が2018年5月に完了した。 都堤が、丘歴史公園は、都堤邸と庭園、都堤歴史館、小雲邸から構成されている、私立歴史公園。日本の歴史公園100選に選定されている。1991年11月3日に都堤邸の、周囲2.3ヘクタールの敷地が、歴史公園として整備され一般公開となった。小雲邸は1978年に、松戸市が、 死政志向35周年を記念して建設した茶室となっている。都邸歴史館は、都帝が丘歴史公園内に整備された博物館である。別称は、都帝館。松戸徳川家や徳川義信家の資料が展示され、幕末に秋田家が訪れたパリ万国博覧会の関係資料など幕末から明治にかけての国際交流と、 徳川義信、秋武兄弟が撮影した写真をメインテーマに展覧会などが行われている。ありがとうございます。